部屋こんな感じです。だいぶまだちょっと荒れちゃってますけど、で作業灯いろいろ考えたんですけど、なんかヤフオクに出てたこの防水で洗えるタイプで、まあ現場で使ったりするやつらしいんだけど、こう上からチェーンで吊ったりすると高さがね調整できるんで、ちょっと試しに使ってみようかなと思って、これでヤフオクでいくらだっけ、7000円ぐらいでしたかね、送料入れて。もう1本ぐらいあってもいいけど、まあとりあえずこれで、あとミシンの作業灯もつくんで、まあそんなに暗いってことはないと思うんですけど、こう前かがみでね裁断するときとかに自分の影が入るのが嫌なんで、結構裁断仕事する人は、ライトが自分の目線と同じかちょっと下にあるぐらいが都合良かったりするんで、試しにこれを使ってみます。で、あとこの部屋はまあこの辺に、パターン取ったやつ釣ったりとか、まああとこっち側はこれから生地のラック、10メーターとか頼むとき結構ロールが太くなるんで、で長いことこう生地を、ね、向こうからこっちに向かってこう引っ張り出したいんで、ここはまあなんかちょっと工夫して生地ラックをつけて、であとこの部屋はここですね、ここ結構でかい収納になってるんですけど、これをまあこれからちょっと改造する予定で、パソコンとかここに収めようと思ってるんで、なんであそこの奥に電源をつけてもらって、まあ今ちょっと全然片付いてないんですけど、これからここ改造してまあ色塗ったりとかして、まあこの部屋はだいたい完成ですかね。あとはまあこいつね、ちょっともうちょっと補強入れたいんだけど、まあとりあえず人が乗ってもなんとかなるんで、まあちょいちょい様子見ながらいじくってこうかなと思ってます。あー疲れた。では。